そうなの？では、どうしてここに来たの？そうだったかしら。 そういえば、あなた解放者よね。どうしてこんなところにいるのかしら。あなたはここで私と会っていても何も変わらないでしょう。あなたにはやるべきことがある。そうじゃないのかしら。 あなたがまあいいわ。とにかく今のあなたが来るべきところではないわ。さあ、お帰りなさい。 俺に関わるな。
別に俺といてもお前にとって何か益があるわけじゃねえ。分かったらとっとと帰れ。お前は他にやるべきことがあるんだろう。やっぱりお前は変わり者みたいだな。じゃあなぜだ。お前が俺に何を求めてるんだか知らねえが、なぜだ。なぜお前はここにいる。勝手にしろ。お前が出ていかないなら俺が出ていく。出る方法なんてあるのかなと思うわけですよ。どんな？いや、何もしなくてもお腹は空くんだよね。
もっと。
そこで何をしている？なんだ、私に会いに来たのならば声をかければいい。そんなことはない。私が私に会いに来てくれたものを拒むはずがない。それとも貴様は私が自分の都合で追い返すような心根の狭いやつだと思っているのか。冗談だ。私もそろそろ休憩しようと思っていたところだったからちょうどよかったんだ。次に声をかけるときは気にせず話しかけろ。私は貴様を迷惑だとは思わない。あ、なんだ突然。私はそんな大したことはない。私より兄様たちの方がずっとずっと構え方も剣を振る速さも絶品だった。それに比べて私はまだまだだ。そんな褒められるほどのものではない。だから私はもっと強くなるんだ。だからそれ以上私を怒らせるなら切る。私の剣は？剣は私の魂のようなものだ。そうやすやすと触らせるわけにはいかない。ああ、貴様は剣に興味があるのか？不純な理由だな。まあいい、そういうことならちょっと待ってろ。待たせたな。なんだ、そんなに驚いて。すまなかったな。これを取りに行ってたんだ。ほら。なんじゃくだな。これ式のものを重たく感じてどうする。まあ最初はそう思うだけだ。じき慣れる。貴様のために持ってきてやった。
でって、貴様は剣に興味があるって言ったじゃないか。私のものは触らせるわけにはいかないが、他のものならばいいだろうと思ってな。あ、それはな、何を言う、まだ基本中の基本だぞ。まったく、そんなことでは私と一緒に剣の手合わせなどできないじゃないか。剣の上達には実践が一番効果的だからな。ここは私以外に剣の使い手などいなかったから困ってたんだ。そこへ貴様がひょこっと私の前に現れた。しかも剣に興味を持っているというじゃないか。貴様は初心者だが、私がすぐ使えるようにしてやる。ありがたく思え。お宅はいいからさっさと構えないか。構え方もだいぶ様になってきたな。今回はこれでいいだろう。そんなに疲れたのか。そうか。貴様は単に基礎体力がなってないだけだ。筋はいいのにもったいない。今度からは基礎体力作りから始めた方がいいな。大丈夫だ、貴様ならすぐになれる。ああそうだ、私だって最初の頃は剣を持つことさえままならなかった。だけど今はこうして剣を扱うことができる。これはあの頃の私には考えられなかったことだ。人は努力すれば必ず報われる。そうでなければ今の私はここにいないはずなんだ。努力して得ることができるものがあるなら努力しないわけにはいかないだろう。私を女とバカにするのか。強さを求めることに男と女の差があるのか。女は幸運で育てればいいと誰が決めたんだ。守りたいと思う気持ちに男と女の差はないのに。誰かに守られて生きるのは嫌だ。自分の弱さを押し出して逃げ出すことはしたくない。だから決めたんだ、私は強くなると。己が強くなればもう逃げ出さずに済むから。感情的になってしまった。
今私が言ったことは気にするな。何を謝る必要がある。さて、私はまた狩猟を再開するとしよう。あ、今日はありがとうな。久しぶりに誰かと稽古を取るということは楽しいものだな。そっか、それはいいことを聞いたな。じゃあまた今度からも引き続き付き合ってくれるということだな。楽しみにしているぞ。